こんにちは、マギシです。ドイツ人です。日本に住んでます。で、今日は、日本で好きなファストフードについて話していきたいと思います。で、モスバーガーがすごく好きなんですよ、私。で、モスバーガーの中に、特にモスチーズバーガーがすごく好きで、なんかこう、その、モスチーズバーガーの中の、ひき肉の中、トマト系のソースがすごく美味しくって、まあ、食べるとなんか汚くなる、毎回なんかこう食べながら心配になるんだけど、やっぱりモスバーガーの、まあ、そのモスチーズバーガーはすごくなんかこう、レベルが高い。だって400、200円に対して、あんだけ美味しいものってなかなかないなと思います。あと、モスチーズバーガーで他にもう一つ好きなバーガーがあります。それは、エビカツバーガーなんですよね。でエビカツバーガーのなんかカツ感が好き、なんかその食べる食感がなんかこうシュッシュッみたいななんか音がすっごい素晴らしいと、あとそのなんかソースもすごく美味しいんですよね。で、それもなんか410円ですごくお得です。で、モスバーガーは行くとき私はどっちかというとセットを注文します。アイスコーヒーとともに、このなんていうかそのなんかこう玉ねぎのリングとポテトフライの組み合わせが私は好きなんですよね。で、そこになんかこう特典があって、海外ではポテトフライを食べるときに必ずマヨネーズと一緒に食べます。で、モスバーガーのいいところはマヨネーズお願いしますって言えばマヨネーズくれるんですよ。めっちゃ素晴らしい。なのでなんかだいたいセットにして、そのなんかポテト、なんかポテトにマヨネーズをつけるのが私の楽しみなんですよね。で、それでまあお昼食べるとなんか結構重いんじゃないですか。なのでアイスコーヒーで目を覚まします。で、なんかこう学生の時は本当に早稲田の時はいつもなんかモスバーガーでお昼食べたりしてて、なんかすごくなんか味はなんかレベルが高い、すっごくレベルは高いと思います。どうですか、みんなモスバーガー行ったことありますか？モスバーガーの中で好きなメニューがあったら、よかったらコメント欄に書いてきてください。バイバーイ。